ね、ゆいちゃんはやっぱり幼女なので、もし、ハリエが14歳のちっちゃい、本当にロリっ子だな、的なキャラだったら、はいはいはい。やったかなっまあて。そっちかもしれない。まったく、小学生は最高だぜ。パート2、キャラについて語っていこうと思います。はいはい。よろしくお願いします。ということで、もう、好きなように喋ってください、もう。好きなだけ語ってください。実は俺、ジオラもめちゃくちゃ好きだし、弟し、12月、11月、レビアンシスターズが来るまではヒューマンで一番好きなのはジオラだったので、ジオラずっと言い続けてたし、今でもジオラっていうことあるくらいだけど、ジオラの声優さんね、そんなに詳しくなくて。他の出演だと、多分ね、有名なのだと、エロ漫画先生の山田エルフとかじゃない？街角魔族のリリスと書いてある。これも出てきた時分かったし、特に一番聞いてたのは、直撃の相馬なんだよね。相馬は、でも、田所ってさ、メインヒロインだからさ、ずっとめぐみに出てきててるから、そうなんだ。田所の声優っていうイメージで、実はそこまでそんなに、声でわーってなる感じではないんだけど、ちなみにさ、めちゃくちゃジオラ多分好きなんだろうけどさ、めちゃくちゃ好きになった理由っていうかさ、あー、でもどこがそこまでミキさんに刺さったのかなみたいなって何なの？もう単純にジオラはキャラクターとして俺すごい好みの女の子なんだよね。見た目とスタイルと性格、はいはいはい、でもとにかくぼーっとした感じのこんな感じの子が、そうめちゃめちゃこういうの好きで、まずは出たばっかりの時、5人出たばっかりの時ってディアンスとハリエ・ジオラすごく悩んでて、はいはいはい、ではもう俺も一番好きなのはこの5人の中でも絶対にユイちゃんだから、小倉ユイがもう間違いなく一番好きだから、恋豚としてはハリエで、まあイノリも大好きだから、ディアンスも可愛いからディアンスもすげえ好きで、で悩んだけどやっぱり俺はジオラみたいな子が一番好きなんだなっつって最終的にジオラに行った、うん、で一番最初にだって俺その5人の中誰に行くみたいな時は俺ハリエ行ったんだもん。ああ、はい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 、俺と一緒だ。その時はまだ悩んでたんだよ。だからジオラどこで切り替わったの？どのシーンぐらいで切り替わったの？ハリエから。もう正確には覚えてはいないんだよね、それって。ただでも悩んで、やっぱね、ハリエすごいユイちゃん好きだし、性格的にあの子すごいいい子だとは思うけど、俺の好きなユイちゃんはやっぱり幼女なので、もしハリエが14歳のちっちゃい本当にロリっ子だな的なキャラだったら、はいはいはい、やったかなって。まあそっちかもしれない。なるほど。ユイちゃんはね、中の人からあれなの、好きになる感じなの？俺は声優、声歌なんで、あの声が好きだったらもう割とパッツってその子の好きになっちゃったりもします。まあそこで悩む。なんだ、キャラクターを好きになる上で、あの声優っていうのは相当でかい要素なんですよ、俺。なるほどね。ただその結局要素でしかないから、その上でも、ま、すごい悩んで、まあ、今回の場合はそれ以外のところまで行ってジオラ。まあ、ジオラの声すごい可愛いと思うし、もっとなんか元気系、その高橋みなみさんってもっと少し元気系の声やってるのを聞いてたから、あんまりジオラみたいな声の役って知らなくて、ああ、はい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 、他でちょっとこういう役やってる作品があるならば、もし知ってるなら教えてほしい、見てみたいし。ちなみにグラさんは先ほどディアンサがお好きっていう話でしたけど、ディアンサにかける熱い思いを、やりすぎちゃうかな。でもいいんじゃないですか、やりすぎちゃって。ディアンサってなんか割と王道じゃないですか。王道っていうか、まっすぐ広いんじゃないですか。そうっすね、なんか正当発見ですね、うん、っていう感じの。で、何かなと思って、これ何かなと思ったらね、なんかね、眩しいんですよ、この子。眩しいっていうかね、なんつうんだろうね、もう人生をね、半分折り返しを過ぎたあたりからですね、なんかもう、なんだろう、当たり前でまっすぐ頑張ると眩しくてね、うん、なんかやばい、元気もらっちゃってるな、うん、ちょっと俺あれか。そう、今、なんかそう、あのね、眩しくてね、直視できないもん、ほんと。マジか。ラピュタでさ、ゴムじいさんが飛行石見たときに、眩しくて、なんかうってなっちゃったじゃない。よくわかんない。はいはいはい、はい。何をしよう。その眩しく。いや、物理的な眩しさ。いや、
もそうなんだけど、あの要するに年取ってくるとなんか強いエネルギーというか、なんつうんだろう、浴びせられるものになんかもう直視できないみたいな、神々しくて、そういう感じ。これが若さか。だから、まっすぐでまぶしいんですよ。まっすぐでまぶしくて、その当てられて、なんかもう、うん、だからもう、人生追い返しの自分からしてみると、ちょっとなんかもう、うん、まぶしすぎて直視できないかな。ああ。っていう意味で、お年寄りの方とかでさ、あの、なんか、小さい子供とかすごい可愛がるじゃない。あの状態かな、言ってみれば。若いエネルギーがすごいんですよ、なんか見てて、ギアンさん。でも、それこそアイドルとして好きってことだよね。いや、どうなんだろう、それって。アイドルとして好き。自分の中で、ね、このタイプのキャラ好きになることって基本的にあんまないんだけど。まあ、ビアンさんレアケースですか、村さん的には。そう、レアケース。そのタイプは。なんか、たまたまハマったんですね、ビアンさんは。ほんとハマったね、うん。ただみんな、皆さん可愛いですよ、ほんと。みんな可愛い。そうなんだ。ほんと、可愛さを引き出すシナリオって意味でよくできてるよ、ね。うん。ただやっぱりちょっと、絡みが、もうちょっとね、肉体さんに横の絡みがあると思ったな。てか、あんまり、もう、キャラクターが本当に可愛い5人だから、それ、もう本当にだからこそ、もっと絡みが欲しかったなっていう、そうそう。感じが、やっぱり。可愛い子は絡んでるだけで可愛いからね、本当。基本的にやっぱ、5人のアイドルみたいなところだから、5人とも似たような感じである程度、焦点を当てていかなきゃならないところがあるから、やっぱストーリーに詰め込むのは非常に難しいと思うけれども、なるほど。どうやってね、つけていくか、ドラマ CD とか出してくれよね。あー、確かにそれ一番近道かも。あ、ちなみに小田さんは何かありますか？俺は、この5人の中だったら、まあ、ハリエっていうレベルです。みんなほど、その、この5人の中で、その、熱い思いがあるほど、好きなのかと言われると、そうでもないかなー、みたいな感じですね。俺はね、あれよ、ハリエは完全に、てか声優ね、その当時あんまりね、その、水瀬祈りとかオグレイドが全然知らなかったから。ああ、そうなんだ。そうそうそう。だからね、完全にね、なんかお姉さんキャラだったから好きになったみたいな、俺は。うん、このキャラ。この系統のキャラが好きってことですか？ああ、結構俺は、お姉さんっぽい系のキャラは好きになる傾向が強いです。うん。あ、でもであれば、あれだね、ゆいちゃんの、その、一面っていうのが見れて、今後もゆいちゃんがこういうキャラクターやったらちょっと、なんか気になっていく可能性があるみたいなところは。まあまあまあ、あるかもしれないね。とね、ハリエね、それこそディアンサより若いし、そこもまだ全然ね、年齢的にもね、15歳っていう感じなのにね、みんな引っ張っていくみたいなね、すごいと思う。その若さでね、それができるのは。まあ、言うてグラブルって若い子めちゃくちゃすごい子多いから、なんとも、あれなんだけど、グラブルみんな分けんだよな、そこある。ブラさん、あれ、ディアンサ好きじゃないですか。はい。ちなみに、ディアンサ、声、水瀬祈りで結構有名な声優なんですけど、はい、もう、そっちは別にあんま気にならなかった系ですか？もう。声はね、そんなに、あんまりそういうのはないです。あ、じゃあもう本当にキャラ付けが好きだったみたいな感じですか、ディアンサ。キャラ付けで。まあ、ディアンサ可愛いんだよな、確かにな。ちなみにですけど、あれ、グラさん、これ、サイドストーリーって今回やられました？はい、やりましたよ、はい。はい、やりました。あれ、ちなみにグラさん、SSR の方撮りました、はい、石。え、撮ってないから。いや、まだ、あ、まだ撮ってないです、石は。あれ、まあ、どういうことだ？あ、そこやってないからか。でも石としては別に強いわけではないのか、やっぱり。え、ゴミです。あるらしい。いや、キャラ、皆さん、語り尽くせました。大丈夫です。大きい順番だとどういう感じなんですかね。ああ、なるほど。俺は、ハリエ、ディアンサ、他一緒みたいな感じです。いや、え、好きの度合いってことですよね。いや、違います。すいません。あの、しょうがなかった。あの、おっぱいの大きい順番です。ジオーラ。それを知らねえな。ジオーラ、ハリエ、ディアンサ、リナリアカンナ。そのデータあるの？え、俺が見てそうだと思う。え、間違いないくらい違くない？これだって。割とパッと見でわかるよね。いやでも確かに差はついてるのはわかる。うん。え、多分今ので合ってると思う。公式的にも。多分ハリエとディアンサってハリエのが大きいと、ハリエとね、ディアンサがちょっとね、難しいんだよね。ジオラ一番でかいと。ディアンサとハリエがね、ちょっと難しいんだ。で、多分リナリアの方がカンナよりでかいと思う。今水着ディアンサのポーズを見てるんですけど、リナリア結構でかくないですか？なんかでもグラブルって結構皆さんなんか大きいですよね。え、カンナとディアンサとハリエは普通に大きい組だから、それに比べたらリナリア、まあリナリアはちょっと多分ちっちゃいと思う。カンナ、あ、カンナじゃん、ハリエ、カハリエ、ディアンサ、ジオラ、そう、カンナは明らかちっちゃい、うん、カンナは一番小さいな。ジオラが一番でかいと思うんだよな。
なんかもうちょっとなんか設定資料集とかあるといいんだけどね、こういうのは。村さんはそこに対してこだわりあるんですか？あ、小さい方が好きですあ、そうなんだ。まあ、小さいっていうか、あの腹筋割れてるぐらいが好き。まあ言い過ぎかな、それは言い過ぎだけど、まあ細い方が好きですね。で、ディアンサーぐらいは大丈夫なんですか？ここは特別なんですよディアンサーは。ディアンサーは胸も特別だったディアンサーとディアンサーとディアンサーだけ別なのか。ディアンサーディアンサーだからいいディアンサーより小さい方がいい、実は。で、的には小さい方がいいんだけどもう話してもそうだけど、まとめてもいい？はい、難しいこと言いますね。お許しいただける？はいはいはい、いいですよ、じゃあ。いいですか？はい。じゃあ要するに、俺が聞いた範囲だと、グラさんは太陽に当てられた、眩しさに引き寄せられたみたいな。そうですね。感じで、OK ですか？だから、あの、全然、なんていうか、系統と違うのに刺さるって、やっぱそういうこと、まあ、好きになっちゃったってことなんだろうね。あ、でもそういうのってありますよね、確かに。そう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 。まあ、このイベントに対する、まあ、熱い思いでもいいですし、なんか感想的なものを、おのおの方に語っていただこうかと思います。じゃあ、まず、さんからお願い。そうですね。もう、ジオラが可愛いっていうのが、もう、とにかく一番言いたいことだし、まだやってない人とか、今後やったらさっき話にも出てたけど、石、SR の石とか手に入ると思うんですけど、はい、もしこの話、まあ話がどうのはとりあえず置いといて、めちゃくちゃキャラ可愛いなって思ったら、もうできれば割らないでずっと残しておいてほしいなと。そんな倉庫を圧迫するってほど石倉庫にそんなたくさん突っ込まないと思うんですよね。俺は少なくとも武器は圧迫してるけど、石はそんなに圧迫してない。で、石で圧迫するってなかなかないとは思ってるんで、だったら残っておいてほしいし、倉庫1個とか2個とかでまだ倉庫に枠があって圧迫してるっていいんだったら、倉庫買ってでも買ってでも正直と思いますね。ジオラめっちゃ可愛い。あ、本当めちゃくちゃみんな可愛いんで、ちょっとまたこれ話変わりますけど、もしあのマルチバトルでジオラとかディアンサーみたいなの飛んできたら、自分の推しをちゃんとスタンプで出せるようにえ、そんなのあるの？そう、マルチであれ割とこの話好きな人とかは、まるあの、スタンプにこれ用意してる人多くて、例えばうちの団とかでもたまにこれ誰々みたいなの上がるんだけど、上がる中で全然違うノラの人とかが上げてくれたりも普通にするんですよね。っていう。イクニアになれる。うちらイクニアになれるみたいなところがすごくあって、実際そういうことやってくれる人がいるんで、もう話見てみていいなって思ったら、それもぜひスタンプ準備して、イクニアとして自分の推しを推していこうっていう、推しを推したいっていう気持ち大事だと思うんで、ぜひやってみてください。自分は以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、続きまして、グラさん、お願いします。まとめというか、もうやっぱり繰り返しになってしまうんですけど、やっぱこのイベントはあのやっぱキャラクターの可愛さがまず最初にあって、でそれを補完するシナリオみたいな、まあ、むしろシナリオもいいんですけど、あのまずキャラが先にある。で5人のキャラが皆さん可愛い、みんな可愛いキャラクターが悩んだりスバルに巻き込まれたりして、あの話としてはなんてことない話なんだけど、とにかくキャラの可愛さだけがもうまず間違いないので、え、皆さんやってください。はい、せっかくの可愛いキャラなんですけど、ここだけで終わらせちゃうのちょっともったいないんで、せっかく最初に5人いるんで、ちょっとあの運営の方にも掘り起こし、うん、この5人に限らず昔の使われてないいいキャラの掘り起こしはぜひ力を入れてほしいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。素晴らしい、その通り。ということで、まあ今回の舞い踊る5日イベントのトークイベント、これにて終了にしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お仕事してけ。